岡田隆のサッカーニュースのお時間です。ブラブリッツ秋田の話題からいきましょう。6月3日土曜日にアウェーでジュビロ磐田戦がありました。早速試合結果ご覧ください。こちらです。0対2で2点取られて負けてしまいました。今日これやらないと思ったな。やるんだ。今日聞いてみよう。これこのどうやってるか、どうやって喋るか興味あるな。はい、ゲームスタートから、はい、いつものように自分たちのスタイルで攻撃しております。はい、アタックしています。で前半は磐田よりもずっとチャンスがあるし、うん、磐田にはそれほど決定的なチャンスはなかった。そういう戦い方をしてるんですよね。で前半2分一番シュートゴールに近かったとシーンがあるわけですけれども、はい、キーパーからのロングボールをセンターの青木選手が いつもの通りきちんと抑えて、うん、右アウトサイド畑選手にボールを出して畑選手からクロスを入れ、逆サイドから選手が上がってきて、これ水谷なんですけどもね、はいはい、で上がってきてクロスに対してセンター多分勝谷選手だと思う、背番号確認できなかったですけど、スライディングボールで行ったんですけども届かなくて、その裏に出たボールに対して入ってきた、で入ってきたんだけれどもシュートはサイドネットを揺らしてしまったんですね。こういう決定機、力関係から言ってこういう決定機を外すっていうことはゲーム非常に厳しい戦いになる。それでも前半戦はぐっと自分たちの戦いができた。後半入ってからも、後半の立ち上がりから自分たちのゲームを展開しながら行ったんですけれども、結果として先ほどに得点だった、はい、その得点シーンを見てみると、はい、ちょうどこれもなかなか実際のゲームの中では起こりにくいというか珍しい状況からの得点だったんですね。でこれペナルティエリアです。この赤いところ、ここはサッカーではバイタルエリア、一番危険なところ、ここへボール入ったらゴール、非常に得点、バスケット打ちだな、同じですね、うん、ここへボール入れさせない、うん、その前のところでアタックする、うん、そういうここが危険なところですね。でその時に、相手攻撃して左サイドから上がってきますね。で右サイドにクロスを入れる、それはそのままフォアまで行った、相手選手が飛び込んできた、これにはきちんとアタックしている、シュートをブロックした、うん、ブロックしたボールがこぼれたところがちょうどペナルティーアーク、このところで、このところフリーになってあったので、このまま鋭いシュート、狙いしましたシュートでポストギリギリのところへ入れていますね。こういう戦い方をし、ね、相手がやはりこの技術が高い選手がいっぱいいますから、ちょっとした隙があればこういうことができる、そういうところ。しかも2点目がまた同じようなところですね。左からクロスを入れた時に相手選手に当たったか、うちのディフェンダーが当たったかして、こぼれたボール、また同じところへ行った、で同じところへ行った時に相手選手がボールをキープして、しかも今度はちょうど上ギリギリのところ、キーパーのポストギリギリの高さ、ここにスッとした、これも高い技術のシュートです。こういうものを決められた2点、2つともさっきから話したように同じような状況から入ってきた。やはりそういうふうな時にミスしないな、この力っていうのはそういうところに生きてくる、そういう得点シーンでした。この後また戦いあるわけですけれども、先ほどから話したように自分たちの戦い方はしている、そこでいかに早くボール得点するか、これ見てもらえば分かるんですけれども、ジュビロの方がボールを持ってる時間帯が多い、倍だ倍、70% ぐらいですね、少ない。
しかしシュートを見てください。8対9でいかに早く守って、いかに早く相手のゴール前に込んで、そしてシュートを打つ。あとはこの精度なんですね。そこがまだまだ相手よりは、この力が低いという、こういうところの差が得点するだ、ね、うん、こういうことがある、うん、最後にね、うん、シュート入らない、うん、するとね、交通事故で、うん、要するに大変な重傷だと、はい、病院運んだと、うん、メインは、はい、それで5時間ぐらいかけて手術をした、うん、ね、それで家族がみんな待ってるわけだ、うん、選手を、はい、それで医者が手術出てきた、うん、先生どうでしたって、うん、手術は成功した、うん、喜んだって、うん、うわーだ、しかし患者は死んだって、うん、だからどんないいオフェンスやってても、はいはい、最後に入らなければもうね、そう、な、本当にな、はい、なんだ、だからここだ、はい、ここ、ここ本当にそうなんですよ、その見れるか、いかに、そこで、決める力、うん、決めきる力、だからよくここで話してる時は中村さんが言う、もう決定力ある選手必要ではない、うん、こう、そうなんですね、いるんだよな、うん、収穫持ったのはな、俺一番ぐらい、俺長崎で国見てよく分かる、はい、大久保とお作さんに紛れたとこにいてもね、はいはい、だってはボール持ったらいけないな、うん、でもよく手取ってた、うん、あそこら辺ゴールのあたりにな、うん、これは練習とか、まあ我々の今収穫って言うんだけど、うん、はい、なぜここにこの選手がいるんだって言うんですよ、そういう通り、へー、そこへ入り込む、やはりそれは全体を、まあ、言葉で言えば全体を見てそこへ行ってるっていうか、それまでなんだけれども、ね、吉田に頑張ってもらおう、吉田伊吹選手、吉田伊吹選手も今必ずゲームの中に入ってきてます、ね、うん、交代しながらですね。それからもう一つ今回明るい話題は、はい、4月当初に怪我した飯尾選手、サイドバックの選手ですので、はい、彼が、帰ってきました。まだ何分間より出ていなかったんですけど、あそこが斉藤選手になって頑張ってるんですけども、それも帰ってきて、このあと、まあ、怪我している選手たちがこう帰ってきて、なおかつチーム力を上げて、結果としては勝つよう、勝たなければ今みたいに中村さんに言われちゃうから、勝つんだ、勝つ、ね、そういう、させ、尾形さんの切なる願いですね、勝つ、いやこれね、中村さんに言われちゃうから、ホームの行って応援に行くと周りのサポーターから中村さんに言われないように今日手伝ってほしいなって私が言われた、それは心配されちゃいますからね、これも心配してんだよみんなに、はい、じゃあその気になる、ね、時節なんですけれども、6月11日今週の日曜日にホームで津江源金沢戦です、はい、今勝ち点1よりないんですね、はい、勝ってないんです、ここ 3,4 試合ですね、うんうんうん、でここにはぜひですねホームで会って、毎週同じようなこと言ってる、違う、怒られるけども言ってないよ勝ってほしい、勝ってほしいね、はい、必ずいけるんだから、うん、チャンスが作れないでいるんじゃなくて作ってるんだから、あんた0点で負けてネタ不足になってきたから言い訳もな限度があるからな、なかなかな、相手のゴールの解説しましたからね今日はね、はい、ですね、6月7日水曜日には天皇杯の2次ラウンド、こちらもホームで開催されます、うん、栃木 SC 戦ですね、はい、そうですね、はい、天皇杯例年正月やってます、うんうん、ファイナルはですね、はい、あそこでやるわけですけれども、甲府みたいなことが起きるからね、はい、甲府、うん、ね、そうですね、甲府ですよ、J2 で優勝したんですよ、優勝だからな、あれでもコンディションあるから、あ、そうなん、レギュラーで来ないときはお互いにな、ちょっと、そうそう、ちょうどシーズン
42試合戦ううちの中なんですよ、はいはい、で今言った中野さん言ったように怪我の状態とか、ねうん、試合が密集しているとかね、うん、そういう状況によって互いにそこあたりは、うんその中での唯一も作ってくるわけですね、はいはい、そうでないとこの前試合やって中3日明けての、うんうんそしてまた3日明けてのリーグ戦というふうになるわけですね、はい、そこあたりはチームとしてどう戦うのかということが出てきます、うん、そうか通言戦よりも前にね栃木 SC 天皇杯がありますのでどういう作戦で来るのかというのね、うん、注目ですねそれはどちらのチームも同じなんですけどね、はいうんですねはい、この2試合今週ありますので注目していきましょうそして週末には高校サッカーインターハイの秋田予選が行われておりました、はい、準決勝このような結果になっております木曜あの土曜日です土曜日そうですね土曜日、はい明桜対秋田工業戦はこれね 2-0 になってますけれども始まって2分ぐらいで明桜さんのシュートが決まってその後も立て続けだったんですねそういうあとはモヘッティだったんですけども結果として 2-0次の西目対商業も、前半戦に2点取ってそのままという流れで終わったあの準決勝2試合でした西目以来はね、うん、これはいやイメージとしてな、うん、よくあそこで、うん、なこういうチーム作ってるのはな、うん、すごいな、うん、自分らでやはりあのゆりつくの選手自体をこう、うんまとめ上げてきてこういうところまで出て、うん、あれあの元からの伝統校で、はいはい、よくあのこの今勝ち上がってる中で商業さん、西見さん、名誉前の慶法大附属さんですけど、うん、ここがあのここまで来ている中でファイナルは結果として西見と名誉さんどういう戦いを今日の1時半からのファイナルでやるのか、うんうん、それともう一つはあの今これ結果出るわけですね結果出た後正月大会彼らのメインは正月大会ですのでそれに向かって負けたチーム勝ったチームこの夏どのぐらいのスタートしていくのかそういうところもまたあの将来のチームを見る毎年そうなんですねこの後そういうところも見ていきたいなと思ってます、はい、この後明桜対西目の試合が午後1時30分からソユースタジアムで決勝戦を行われます注目していきましょうさあ以上尾形隆のサッカーニュースのお時間でした。